はい、どうも皆さんこんにちは。大型新人仮想 YouTuber のロッキードリッキーです。はい、そうですね、今日は休日なんですけども、サッカーをこれからしていきたいと思います。それでサッカーで、100本ボールを蹴って、何回クロスバーこうなってるところの上のバーに当てれるかっていうのを検証してみたいと思います。左足50本、右足50本でやっていきます。それではグラウンドの方にレッツゴメスの顔はでかすぎ。はい、今グラウンド行きました。自主練終わってこれから100本チャレンジしていきたいと思います。全力でやるからにはいっぱい当てていきたいと思います。頑張って。最近友達にお前の YouTube なんか料理番組みたいになってねって言われたんで挽回していきます。頑張ります。頑張れ。10球用意しました。やってみます。当たりました。右足50本やったんで右足50本やっていきます。今グラウンドから帰ってきてやり終わりました。100本蹴って当てた回数は24本でした。左足が11本、右足が13本の計24本でした。いやすごいね、天気も良くてグラウンドで自由にボール蹴るってやっぱ最高でしたね。はい、いやもっと当てたかったですけど、このまたやって確率上げていきたいと思います。ぜひ皆さんこの動画がグッドと思っている人はグッドボタンを、あとチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた、コメントもどんどんよろしくお願いします。それではまた、さよなら。